玉川上水は、かつて、江戸市中へ、飲料水を供給していた上水であり、江戸の六上水の一つである。1653年に、玉野羽村から四谷までの高低差92.3メートルの間に全長42.74キロメートルが築かれた。また、一部区間は、現在でも東京都水道局の現役の水道施設として活用されている。 ハムラ取水関で玉川から取水し、武蔵野大地を投流し、現在の四谷四丁目交差点付近の四谷大木戸に付設された水番所を経て、市中へと分配されていた。ハムラから大木戸までの約4 3トルはすべて露天掘りで、水番所以下は木居や石土を用いた地下水道である。ハムラから四谷大木戸までの本線は、 武蔵野大地の尾根筋を選んで引かれているほか、大規模な分水路も概ね武蔵野大地内の河川の分水例を選んで引かれている。1722年以降の新田開発によって、伸び止め用水や千川上水など多くの分水が改削されて、武蔵野の,の農地へも水を供給し、農業生産にも大いに貢献した。玉川上水からの水を市中に排水した。 江戸時代の石松羽村関近くに建つ玉川、兄弟像井の頭の水を利用するために、鈴木、真の両豪族によって、井の頭へ家から高井戸の区間が掘削され、さらに高井戸から北沢用水として、上北沢方面へ分水がされていた。玉川浄水基本によれば、上元年11月、幕府により江戸の飲料水不足を解消するため、 玉川からの浄水改策が計画された。工事の総武行に、老中で、川越藩主の松平信綱、水道武行に、稲忠田田春が付き、昭江門、聖門兄弟が工事を受け負った。資金として、工技6000両もしくは7500両が拠出された。幕府から玉川兄弟に工事実施の命が下ったのは1653年の正月で、 同年4月4日に着工した。羽村から四谷までの標高差が約100メートルしかなかったこともあり、飲水工事は困難を極めた。当初は日野から取水しようとしたが、改作途中に試験通水を行ったところ、水食江戸に水が吸い込まれてしまい、流路を変更。二度目は、ふっさを取水口としたが、同様に水食江土によって、もしくは岩盤に当たり失敗した。 こうした事情を受けて、総武行、松平信綱は、家臣の川越藩士安松金江門を、設計日誌に起用。安松は、第一案として、羽村中内尾作より後の上村係川崎村へ、掘り込み、第二案として、羽村千奈や祖間より渡し込み、第三案として、羽村前丸山裾より水を返させ、今水人の社を祀れるところに席入り、川口通り、 包みちくりを立案した。この第三案に従って工事を再開した。しかし工費がかさんだ結果、高江戸まで掘ったところで幕府から渡された資金がそこをつき、兄弟は家を売って費用に当てた。追加資金は3000両だった。着工から約7ヶ月後の1653年11月15日に、ハムラ、四谷大木古館を開通させた。 そして1654年6月から、江戸市中への通水が開始された。昭右衛門、聖江門は、この功績により、玉川生を許され、玉川上水役のお役目を命じられた。なお、玉川上水の建設については、記録が少なく、よくわかっていないことも多い。安松金衛門については、三田村遠慮の安松金衛門に詳しく記されている。 玉川上水の給水地域は、五府内尾港に簡略で、分かりやすく説明されている。玉川上水今、この上水、流松広大にして、四谷、麹町より五本城へ、入り、西南は赤坂、西の久保、あたご下、増上寺の辺、これ松平文後の上屋敷の辺、金杉左右海見てすべて北で、南東方は、外、桜田、西丸下、 大名工事一円、虎五門街、月屋橋街、土橋、京橋川南手、八丁堀、霊岩島方、新堀川より英体まで、南手、築地浜御殿より、西手一円、この水をいざるところ、寸地もなし。五府内尾港へどの飲料水の貴重な水源であり、水質を守るため、洗い物、魚老、水浴び、人愛の陶器などはご法度とされ、 厳重に取り締まられていた。また、水路の両側幅3県は、保護地帯とし、樹木の伐採のみならず下草刈りの類も、厳禁であった。ハ村、大田村、及び、四谷大牧土には、水番所が置かれ、水番人が集めて、人海の除去などを行っていた。このほか大き度の水番所は、市中への排水量を調節しつつ、余った水を渋谷側へと放流する役割も、 行っていた。近代になると、より多数の水栄所が置かれ、同様の管理を行ったが、ヨドバシ浄水場の閉鎖とともに、多くの水栄所は役割を終えた。現在は、古代羅監視所が水質監視、管理の業務を行っている。浄水沿いには桜の木が多く植えられた。花見客に包みを踏み固めてもらうのと、桜の花びらが水質を浄化すると信じられていた。 ことによる。中でも、小金井の桜は、評判を得、江戸期から戦前にかけて、多くの花見客で賑わった。大正13年に、国の名称に指定された。この節では、玉川浄水の流路について、現在の状況に基づいて外観する。現在の玉川浄水は、保存状態、利用状況の違いによって、大まかに3つの区間に分けて考えることができる。 すなわち、上流から順に、玉川からの導水路として今も共用されている区間、清流復活事業によって、少量の水を流している区間、大部分が暗渠化され、水路としても、水辺としても利用されていない区間である。以下では便宜的に、これらの区間をそれぞれ、上流部、中流部、下流部と呼ぶこととする。江戸時代同様、玉川から取水した水がそのまま流れ、 水量も豊富な区間である。羽村取水関からしばらくは、玉川にほぼ並行して南南東へ流れるが、灰島駅のすぐ東で向きを変え、以降は、西部灰島線のやや南を東へ向かう。北から南へ流れる残堀川を立体交差で越え、玉川上水駅のすぐ南で、玉物レールをくぐり、ほどなく小平監視所に至る。玉川水系は現在でも、 東京の浄水源の1、3ほどを占めており、毎秒17.2立方メートルの水が、水道用水の減水として利用されている。羽村取水堰で取水された水の大部分は、下流約500メートルに位置する、第三水門から、埋設鉄管によって、山口貯水池、村山貯水池へ送水され、最終的には、東村山市にある東村山浄水場で、利用される。 残りの水はさらに下流、西部廃島線、多摩都市モノレールの玉川上水駅付近の清市、願い印橋から300メートルほど下流にある、小平干支所で取水され、東村山上水場、及び、現役の農業用水路である、新堀用水の双方に送水されている。なお、小平干支所は、かつては、玉川上水と伸び止め用水の分水地点であった。 東京都の清流復活事業に従って処理水を流している区間である。古くからの樹木がよく茂り、豊かな小立に覆われている箇所が多い。小平監視所より、下流は、かつては多量の水が新宿区のヨド橋浄水場まで送られていたものの、1965年の同浄水場廃止と共に送水を停止し、以降は水道施設としての利用はない。その後、長い間、 空ぼり状態であったが、1986年、との策定した、清流復活事業により、水流が復活した。秋島市、宮沢町にある、多摩川上流水再生センターにて、高度二次処理を施した下水が、このために送水されてきている。途中、JR 武蔵境駅北方、境橋付近で分水して、千川上水へも、 高度二次処理下水の20%を分流させている。流路は一貫して、東流、内市は、南東流を続ける。一橋大学小平キャンパスの傍らにある、正大橋地点から前日の堺橋までは、五日市街道と並走。その後、堺浄水場の脇を流れ、三鷹駅の直下をくぐり抜け、井の頭公園を横断し、神田川の500メートルばかり南方を並ぶようにして、流れる。 途中の群れ橋付近からは、流路を東八道路の上下線が挟む形で並行する。京王井の頭線、富士見が、岡駅の南方、王子には、橋が架かり浅間橋と呼ばれていた地点の付近で、中央自動車道にぶつかる。開局間は、浅間橋の200メートルほど上手でひとまず終わっており、清流復活事業の区間も当地点までとなっている。 この区間では一部の例外を除いて水路のほとんどが暗渠化されている。しかしながら道路の下になってしまった一部の区間を除き大半の区間では流路の痕跡をたどることができる。現在ではその多くは緑道や公園として整備されている。浅間橋からしばらくの区間は中央自動車道のもとに隠れる形になり道道建設時に暗渠化されている。 流水は1キロメートルほど地下を流れた後、環状8号線と交差するかつての中の橋地点にて、同線に埋設された鉄管へと導かれ、高井戸駅前付近で神田川に放流されている。京王線上北沢駅北方地点から、流路は中央自動車道を離れ、公園として整備された形態がしばらく続く。京王井の頭線との交差地点では、 玉川上水が線路をまたぐ形になっており、地上に露出した巨大な交換を見ることができる。そのすぐ東には、流路の真上に立地する形で、東京都水道局の泉水圧調整所が設置されている。ここはかつて旧上水と玉川上水深水路との分岐点であった。京王線大田橋駅付近から笹塚駅付近にかけては一部区間が暗許可を、 免れて残っており、流れはほとんどないものの水をたたえていて、鯉や亀などの姿が見られる。これは、付近の地層から流出した地下水が流化しているもので、上流の高度処理水よりも水質が良い。京王線旗ヶ谷駅、初台駅間にある本町一丁目交差点地点から文化学園大学東方西新宿二丁目交差点地点までは、1936年以来、 京王線の敷地として利用されている。当初は玉川上水に並行して電車が走っていたが、その後上水は暗渠化されて、路線用地に転用された。現在は路線も地下化され、地上部は遊歩道などに再転用されている。新宿駅近辺より東では玉川上水の面影は再び途絶えるように見えるが、流路は地下に保全されている。 1986年の清流復活事業に際し、行われた東京都の通水試験では、終点の四ツ谷大木とまで通水可能であった。終点に近い新宿御苑付近では、急上水は御苑北苑の道路下に埋設されていて、大雨時などの下水湖支流時には、千田ヶ谷幹線へ連なる、排水路として利用されている。地上には、新宿区により、 玉川上水を忍ぶ流れの整備が進められ2012年3月に完成した。この流れの水源には新宿御苑トンネル共同構内に湧き出した水を使用している。玉川上水の終点である旧四谷大木古地点には東京都水道局新宿営業所及び新宿区立四谷区民センターがあり、傍らに水道引きが建てられている。王子、ここに 水番所があり、ここから先は埋設された石戸井、木戸井を通して、江戸市中各地へと排水していた。1898年、淀橋浄水場の新設に伴い、現在の泉給水所地点から浄水場まで定規で、引いたような一直線の水路が改作され、これを新水路と呼んだ。1921年の龍ヶ崎地震で一部が損壊したが、後に、 給水路から浸水路への用水用ポンプ8台が畑山一世による寄付で設置された。関東大震災の発生時には水道部の損壊や森土が崩壊して水路が決壊したため給水路と用水用ポンプが利用された。1937年には代わりとなる導水管が甲州街道のもとに埋設され浸水路は廃止された。跡地のほとんどは水道道路と 都営住宅に転用されている。浄水器によれば、玉川浄水からは飲料及び、灌え目的で33の分水が作られ、武蔵神殿の開発などが行われる。明治3年には、複数の分水口をまとめる分水口改正が行われ、取水箇所の整理が行われた。一方、明治期に新たに開設された分水も存在する。他に鯉が、久保用水、田子用水、 鈴木洋水、千川分水、原宿村分水など、広重、名所井戸百景に描かれた玉川浄水。この場所は、現在の新宿御苑の北園にあたる、王子の甲州街道と玉川浄水。手前の T 字路が、新宿を言わけ、最用部に、大木戸の水番所が見える。玉川浄水は、近世初期における、優れた、 測量を技術に基づいた、長大な土木構造物であり、当時の水利技術を理解していく上で重要であり、さらに、大都市江戸の用水供給施設として、また、武蔵野大地における、金星管外用水としても貴重な土木遺産である、ことから、2003年8月に、国の史跡に指定された。指定範囲は、羽村取水口から、四谷大木とまでの水路敷の内海居部分の、 約3 0 4トルである。ありがとうございます。